しようかみたいな、家にギターがあったんで、これにギターしようかなみたいな始めましたね。シュール&クリスマスはふーちゃんがベースを弾いてて、前のバンドも一緒にふーちゃんとやってて、それでふーちゃんきっかけですね。シュール&クリスマスはなんか自分の持ってた音楽とはまた違う、自分はなんか難しい方に考えてしまうんやけど、シュール&クリスマスはなんかそれをもっと分かりやすくしてくれる感じですね。具体的に僕結構なんかボサノバとかジャズが好きなんやけど、なんかそういうのってなんかコードとか難しかったり、メロディーとかが分かりにくかったりするけど、それをもっと分かりやすくするにはどうしたらいいかっていうのが結構分かるようになりますね。ギターはですね ES335 を使ってて、もうなんかこれ1本あったら結構何でもできますね。いけますね、結構何でもできますね。これが歪みで、これ歪みで、これがクリーンブーストで、こっちがディレイですね。このこれはもうつけっぱですね、プリアンプとして使ってますね。プリアンプとして、でこっちがメインの歪みですね、メインの歪みとして使ってます。でこれはもうあのゲインブースト、ゲインブーストじゃボリュームブーストですね、ボリュームブーストとして使って、あとこれも、もう基本かけっぱですね、あのリバーブみたいな感じで使ってますね。よくなんかギターのフレーズが50代って言われるんけど、それをもうちょっと年齢を上げていこうかなと思ってます。ご飯はちゃんと食べる。ありがとうございます若い子もいいよね。すでに渋い。